はい、皆さん、熊田区バーチャルタクシー本日のご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。今日もですね、この3人でちょっと、はい、やっていきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、人よしということになっておりますけれども、はい、皆さんの人よしのイメージっていうのはどんなイメージがあるのかなと思うんですけど、はい、自分とかやっぱりアユ、はい、ね、はい、アユ、焼酎、焼酎、お城、うん、温泉、温泉で、まあいろいろありますけど、全く何か、僕はアユが好きなんですよ。アユ、熊川といえばやっぱなアユかなっていう。あ、熊川とアユなんだよ。そうそうそう。キモはうっちゃん、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 あ、うっちゃん、なんちゃんのうっちゃん、うっちゃん、はい、うっちゃん大好きです。あ、うっちゃんのイメージが、あ、このさ、最近で言うとあれじゃないですか、あの夏目友人帳、ね、夏目友人帳、成人になってますね、はい、そんなイメージですかね。あの、でも恥ずかしながらそれ知らなかったんですよね。あ、ちょっと知らなかったんだよね。すんげえ泣いてるんだけど。まあでも人それぞれいろんな、ね、人よしのイメージが、ね、ありますけれども、はい、今回ちょっと駅を中心にですね、はい、3人で回ってきて、はい、やってきましたけれども、はい、最近ちょっとみんな年取ってるせいか、ちょっと日差し強いときついよね。きついですね。撮影終わって何日か後かですね。そう、軽いちょっと熱中症みたいな症状になったんですね。そうですね。はい。ちょっと3日間ぐらいきつかったですね。そうですね。はい。うなぎもありましたよ、うなぎ。あ、うなぎですね。上村うなぎ屋さんとかですね。今ちょっとやってらっしゃらないですけれどもですね。はい。まあでも今回はですね、はい、その人吉を中心にちょっと、VTR 撮ってきましたのでですね、はい、はい、皆様、ゆっくり、VTR の方を見てください、はい、はい、それでは行きましょう。 VTR カモーン。はい、熊本タクシーバーチャルタクシーですかね、本日のご乗車ありがとうございます。どうぞ。はい、今日はですね、まあ人吉の方には来てるんですけれども、はい、今日の相方、はい、はい、今日は増田君に、さんです。ちょっと名前出すのやめて。増田です。増田君に今日来 来てお願いしております。はい、でですね、カメラマンがですね、金門の方にお願いしております。はい、撮りますよ、撮りますよ。はい、でですね、今日ちょっとですね、またいろいろこう変わっていこうかなと思いまして、はい、今回はちょっと松田君の方にお願いをしてですね、はい、またお願いすることもあると思うんですけれども、はい、自分がカメラマンになったりですね、ちょっといろいろやっていこうかなと思ってですね、はい、で今こちらですね、人吉の方に来ております。はい、それも人吉駅の方ですね。お、とりあえず駅です。はい、駅の方にですね、後ろに大きいこれ時計塔になりますけれども、はい、こちら時計の方に、あのからくり時計の方に、からくり時計、はいはい、になりますけども、うん、松田君、このからくり時計は人吉にはいつできたのかな。はい、これは1996年、平成8年ですね。平成8年、はい、じゃあだいたい25年ぐらいになってます。25年、はい、これ高さどのくらいあるんですか。高さが約7メートル。7メートル、はい。で、からくり時計というからにはいろんなこうものが出てくるんですよね。はい、どんなやつが出てくるんですか。一番上からお殿様。お殿様、はい、はい、真ん中。2段目は時計で、2段目は時計で、人形出てこないですか。出てこないと思います。で、3段目はなんか、あの薄木太鼓の方々とか、はい、方が来るんですね。2段目は向こう側が出てきますね。あ、要サイドの方が出てくるんですね。はい、あの時計がパカッて下に下がるわけじゃないんですね。そうそうそう、はい、時計のとこはもうそのまま時計です。時計ですね。はい、で約3分ぐらいですか。約3分あるんですね。はい、ね、はい、あると思いますのでですね、はい、こちらの方を後でちょっと、見てみようと思いますけども、時間が巻き戻ります。時を戻そう。こちらだいたいそのどういうあれでコンセプトでこれが作られたんでしょうか。もう簡単に言うと、はい、お殿様が城下町を見物しに行くっていう。あ、はい、ですね。はい、あの薄木太鼓の音に誘われて、そうです ね、はい、ちょっとお殿様の格好で行く と、みんな引いちゃうからと、ね、いうことで、はい、田舎の庄屋さんの格好をして、城下町に降りて行って、お酒を飲んで、はい、人吉の温泉に浸かって、はい、
で楽しいことをして本当は球磨川下りまでしたかったんですけれども時間がないということでお城に帰っちゃうんですよね。はい、でそれをちょっとですねこう簡単にこう、はい、このからくり時計でしてありますのでですね、皆さんそれをちょっと頭の中に入れて見ていただけると楽しめることと思います。熊野民謡六調子で熊野民謡六調子で、はいはい、流れますので、はい、わかりました。じゃあとりあえずちょっとこちらの方映像見てもらいましょうか。はい、はい、それではお殿様カモン来いやめっちゃ喋りたいんですけどめっちゃ風呂入っときにだいたい3分20秒ぐらいです。ああ城下町に出かけていくんですよ。ああなるほど、ああ見よる見よる。ああ、またフライトだお殿様が城下見学をするっていうですねエピソードで、お風呂入ったり、はい、皆さんいかがだったでしょうか。からくり時計ですね、お殿様がですね、やっぱり主役になっておりますので、うん、はい、城下町をですねいかにこう人吉の市内というかですね、うん、がこう町が賑やかだったのかっていうのを表している、はい、はい、からくり時計の方になっております。はい、はい、楽しそうだったですね。楽しそうだったですね。はい、はい、あの誰かお風呂入ってやがるとかなんとかって言った人がいたかもしれませんけども、はい、いやいやいや楽しそうなあれだったですよね。はい、であのこちら人吉の方、ですけれども、うん、以前は、熊という熊地方のですね、はあ、熊川下りの熊とか熊っていう土地名で一括りだったらしいんです。はい、でこちらですね後ろこの人吉駅の後ろにある、あ、ですね、はい、古墳がございますよね。はい、大村横穴墳、はい、大村横穴墳、はい、大村
横穴墳ですかね、はい、そちらのですね調べてみると旧石器時代、はい、約2万5000から6000年前ですかね、ぐらいからですね、まあ、あるということで、その時から人吉の方には人が住んでいたということになっております。で、その平安時代の方になりまして、はい、熊という名前がついたらしいです。はい、でその平安時代を経て、鎌倉時代になってやっとこちらの方が人吉と、はい、で熊の方は向こうのちょっと 熊軍っていうやつですかね、うん、あちらの方にちょっと分かれたというかなっております。はい、で人吉という名前がついてこの地名がついた後入ってきた、人たちが相良氏、相良氏、はい、で約それから明治まで約700年ぐらいですかね、ずっと相良氏がこの地を治めて、来ましたので、こちらのお殿様も相良藩のお殿様ということに、はい、なっております。まあ、簡単な概要ですけれどもですね、はい、で人吉は本当に歴史のある町になります。で見どころもたくさんありますけれども、とりあえずまず一つ、はいはい、英国寺というところに行きたいと思います。英国寺さんですね、はい、英国寺さん何かまずたくまります。まあ、有名なのはもう幽霊寺ということで有名なので幽霊の掛け軸が池じゃなくてね、池じゃなくて池って言ってたんですけど幽霊の掛け軸があります。はい、まずはそちらの方にちょっとですね、はい、行きたいと思っておりますので、はい、時間の方もですねぼちぼちちょっと来ておりますので、はい、はい、じゃあ行きましょうか、はい、はい、それで行きましょう、せーの、カモン、カモン。はい、はい、こちら英国寺山の方に来ております。来ちゃいました。はい、人吉駅からだいたい車で2分ぐらいかね、はい、すぐ着くところになります。はい、でこちら英国寺さんというのはですね幽霊寺として有名になっております。そうですね、はいはいはい、でこちらすごく幽霊寺で有名なんですけども、こう立ったのはだいたいいつなんですか。だいたい室町時代の、はい、まあ、年代でいうと1408年ぐらいって言われてます。1408年か、はい、あ、結構歴史のあるそうですね、うん、やっぱり600年ぐらい。お寺さんなんですね、はい、じゃあちょっと奥の方に、はい、ちょっと行きましょうか。行きましょう。はい、で、まあ、あの幽霊寺ってなんで幽霊寺ってついてるの。奥に池があるんですけど、はい、池に幽霊が出たと。あ、そうなんだ。はい、キムモン知ってた。あ、幽霊の話は知ってましたよ。知ってた。はい、あ、怖いよなんで幽霊が出るようになったの。なんかですね、お寺のお話でお話によると、はい、ある男の妾さんがその男性の本妻の方に嫉妬して、はい、悩んでこう身投げをしたらしいんですよね。身投げ、はい、で身投げした後に幽霊となってその本当の奥さんを苦しめると。あ、お、なんか仁王さんいますよ。仁王さんが、あ、仁王さんやっぱいますね。いますね。そうですね。でもそういうお話のあるお寺なんですね。ですね。でこちらのお嬢さんの方にじゃあ現れたんですよね。そうですね。身投げした場所はそこのこの英国寺さんの奥にある池の方ではなくて、ではなくどこなんですかね。そこはちょっと、あ、そこはちょっと分かんないんですね。はい、今ですね立派になっております英国寺さんですね。まあ地震の影響で確かですね建て替えられたと、はい、聞いております。すごい立派です、ね、綺麗ですもんね。はい、でこのですね奥の方に、はい、まず掛け軸が、掛け軸が幽霊ですね、はい、幽霊の掛け軸がございます。はい、そのお嬢さんが書いたというですね。そうですね。でもその幽霊さんっていうのはその妾さんだったんですよね。妾の方ですね、はい、でその妾さん結局出なくなっちゃったんですよね。そう、そうなんですよ。あれなんで出なくなっちゃったんですか。お嬢さんが書いた絵が、はい、とても見にくい。ああ、その幽霊、はい、幽霊の絵が見にくくて、はい、その醜い絵を見てしまってこれが私なのみたいな。あ、幽霊が、はい、びっくりしてもそれから出なくなったっていう。だ、自分はこんなに醜いんだということで出なくなったんですね。ちょっとそれも寂しいっていうかです ね、 そ う、 ですね。そういうお話になりますけども、基本こちらの方も確か毎年8月になると、はい、幽霊祭りかなんかあってですね、はい、うん、子供たちがこう結構
人気のある場所でありますけども、ね、はい、今は、コロナの影響でちょっとやってらっしゃらないということになっております。それと英国寺さんですね、もう一つ有名なのが西南戦争ですよね、はい、西郷隆盛さんがこちらを本陣として約33日間ぐらい、はい、ぐらい滞在されたということになっておりますのでですね、とりあえずですね、中の方のまず掛け軸の方をちょっと見ていきましょう、はい、行きましょう、一緒一緒一緒、これですね、基本いつもこういう形でご自由にお入りくださいと書いてあります、はい、ですのでですね、まあ、普通に、靴をもちろん脱いでですね、中の方に入っていきたいと思っております。はい、行きましょう。あ、ガラス張りで映ってる。はい、行きましょう。行きましょう。こっちです。はい、どうぞ。じゃあ、こちらにいます。はい。失礼します。閉められてます。あ、やめてください。はい、失礼します。あちらになります。あ、こちらいいですか？はい、どうぞ。失礼します。はい、こちらがですね、その池の上に、こちらの英国寺さんの奥にある池の上に現れたと言われている幽霊、まあ、レプリカになりますけれども、はい、で先ほど言いましたの8月のお祭りの時にですね、本物が出てくると、あ、年に一度だけ出てくると、はい、言われております、はい、この絵になりますね。でちょっと奥の方見てみましょうか。はい、はい、なんか色が描かれてますね。ありますね。説明合ってますかね。お邪魔します。ドキドキ。あ、木のいい香りがします。木のいい香りがしますけど、自分新しくなってきたことがないので。あ、こっちだったっけ。あっちだ、向こうからだった。こっちからでも行ったんだけどな。チャーボー、チャーボー。あ、だいたいそっちから行ってこう行くんかな。これ向こうから左の方から行ったんだけどな。でこっちから帰ってきたんだけどな。ちょっとご挨拶していきます。幽霊が寝たという池は、前の階段を降りて左手に廊下に沿って進んでくださいと。はい、はい、降りて、はい、大丈夫木村さん。大丈夫ですよ。気をつけてください。はい、階段です。はい、思い出した。全然来てなかった。こちら何ですか。素晴らしい中庭といいますか、何ですかこれ。すいません。はい、開けます。こちらの池と言われております。あの前来た時にですね、あの灯籠が立ってますですよね。あの、はいはい、灯籠がですね、はい、あの横あたりに立ってらっしゃったってお聞きしております。ね、結構奥の方なんですね、手前じゃなくて、はい、灯籠の横、灯籠の横ですね、あたりに立ってらっしゃったっていうご住職の方からちょっとお聞きしたことがあります。木村さん見えませんか。何か見える。あれ。いやいや見えないでしょ。え、嘘嘘でしょ。すいません、気のせいだったみたいです。すいません。でこちらですね、こういう形でこう見に来ることも、はい、できますのでですね、ただもちろん降りていったことはないですけどね、はい、まあ、結構な、山の感じですのでですね、はい、こちらがですね幽霊寺の方になります。いや綺麗ですね。これ蓮の花ですか。そうです。今ですねちょっとご挨拶行ったんですけれども、はい、こちらの花も綺麗ですよと、ぜひ撮ってくださいと。水蓮だったんですか。はい、水蓮、水蓮ですね。水蓮、あ、ハスじゃないんですね。取ってくださいと言われましたからですね。はい。でこちらがですね、人吉駅からですね、車で2分ほど行った英国寺さんになります。すぐですね。もうすぐです。はい。でこちらをですね、最初にしてですね、次にちょっと人吉城の方に、はい、後の方にちょっと行きたいと思っておりますのでですね、はい。はい。こちらの方はですね、これでちょっと終わりたいと思っております。はい。はい、それじゃあ人吉城の方に行きましょう。はい、バイバイ。また。ヒュン。はい、こちらですね、人吉駅から約車で5分ぐらい。5分。はい。はい、まったくここどこ？ここは、神社です。人吉城跡になりますね。はい。人吉城跡。はい、今はですね、基本、
公園ですよね。公園ですね。もう、はい、人吉の方たちのですね、憩いの場になっております。はい。もともとはですね、相良藩、はい、約、まあ、先ほども言いましたように、鎌倉時代から始まって、はい、明治始まるまでの670年ぐらいですかね、はい、ずっと、こちらの地を治めていた相良藩のお城がこちらの方に本来はあったんですけれども、西南戦争がございましてですね、はい、そちらの、西南戦争の時に建物のほとんどが、うんうん、燃えてしまいました ね、 ね、はい、ましたので、今は石垣だけ残っているような形になっております、はい、なるほど。で、今立っているこちらの方がですね、基本、三立入り口ですかね、はい、まあ、今でいう正面玄関の方になります、はい、で、こちら正面の方行きますと、神社が今神社になってます、ね、今は神社になっております、相良神社、相良神社と言います、はい、そちらの方でお参り、参拝される方もたくさんいらっしゃいますですよね、はい、で、今ですね、そちら、ちょっと金も見てもらっていいかな、はい、はい、茶色い建物があると思います、はい、本来ですね、人吉城跡の駐車場になりますけれども、こちら先ほども言いましたように公園と言いましたので、そこに車を止めて、奥の方に行くと広い公園がございますので、そちらの方を大体行くんですけれども、うん、去年7月に、大豪雨がありました、はいはい、豪雨災害ですね、豪雨災害がありまして、うん、今そちらの茶色い建物がですね、仮設住宅とです、はい、となっております、はい、はい、で、今ちょっとこちらのお堀といいますかですね、うん、ありますね、こちらの水がちょっとだいぶ濁ってはいますけどもですね、うん、河川工事、河川じゃないよね、まあ、さっき掃除しようとしたんですね、ユンボとかでですね、ユンボとかでですね、うん、今いろんな中に、はい、入ってた映像をちょっと掃除してらっしゃるような形になっております、はい、で、結構石垣もですね、長いですよね、そうですね、結構長い距離があります、で、はい、まさか暑いよね、暑いです、はい、ですので車でちょっと回ろうかなと車で行きますか、はい、思っております、車でですね、はい、で、はい、じゃあ、うちのタクシーで、はい、ちょっと石垣の方をぐりっとこう回りながらですね、はい、球磨川も見て、はい、本丸跡ですかね、はい、あちらの方もちょっと見ていきたいと思っておりますのでですね、はい、じゃあちょっとタクシーの方に行きましょう、はい、行ってきましょう、はい、はい、じゃあ金門お願いします、はい、そういえば先日またと二人でここに来た時に、はい、その目の前の交差点で、はい、亀歩いてたよね、歩いてましたね、びっくりしたね、びっくりした、結構大きかったですもんね、亀だったもんね、で、試行化するからやめろよって試行してないですね、一応避けたんですよ、避けたんです、そうとするからちょっとびっくりしたけれども、まあね、ちゃんと助けてあげてですね、はい、あれしましたけれども、今ですね、こちら車の方から右手の方になります、右手の方、はい、右手の方になります、はい、こちらになります、これ昔市役所だったところになります、結構今広い空き地になってますけれどもですね、こちらですね、今市役所はちょっとなんですかね、カルチャーセンターの近くですかね、そうですね、ああいうふうに仮の、建物になりますけれどもですね、はい、で、こちら左手の方になります、左手の方からですね、まだ、ちょっと石垣が残ってる状態になってます、はい、石垣が出てきましたね、はい、ま、もうあの人吉といえばこちらの石垣の方になってます、はいはい、でこちらがですね、平成5年に新しくこう建てられて復元されたやつですね、はい、こちらが多聞櫓ですね、多聞櫓になります、はい、奥がやっぱ長塀ですよね、長塀なんですよね、で、先の方にある櫓がですね、門櫓と言います、門櫓です、こちらもですね、平成5年に一緒に建てられたと聞いております、やっぱだいぶ被災地ですね、ですね、去年の7月、はい、受けましたので、ちょっとまだ手入れの方ができてないような形もしないわけではないんですけど、はい、でですね、人吉城というのをですね、もっと詳しく知りたいと、はい、もっといろいろ知りたいという方はですね、こちら右手の方になります、はい、こちら右手、
人吉城資料館というのがあります、はい。本来こちらの方ですね、お願いしようと思ったんですけれども、まあ去年の7月の大雨のおかげでって言ったら変ですけども、はい、せいで、はい、ちょっと今はですねずっと休館中になっております。はい、相良藩ですね、700年が生んだ保守と真珠の文化になっております。はい、でこちら右手の方に昔市役所があったところですね、はい。向こう側からずっとグリーッと今一周回ってきましたけれどもですね、はい、はい、あったところになります。で、こちら左手の方になります。松田くん、はい、大きい旅館見える？はい、鍋屋旅館さんと鮎の里ですかね。あ、はい、人吉を代表する大きい旅館さんですよね。あ、でやっぱり鮎の里さんの方はまだまだ改装がですねされているみたいですので、はい、営業はされてないと、お聞きしております。鍋屋旅館さんの方はですね営業されていると、はい、お聞きしておりますのでですね、よいしょ、じゃあこの辺でちょっと車をちょっとほんの少しですけど降りましょうか。はい、はい、はい、ありがとうございます。もう慣れ親しんだ球磨川です。はい、でこちらやっぱりね解禁になると、はい、いろんな方が鮎のこう釣りを、ね、そうですねされますので美味しいですよね。はい、こちらの方でですねもうやっぱりそんな被災があったなんて思わないような、そうですね、はい、思えないような、形なんですけれどもですね、やっぱりだいぶまだ爪痕は残ってますのでですね、はい、かなりの爪痕がありますねやっぱり、はい。で正面の方を見ていただけると分かるんですけれども、はい、今立ち入り禁止と書いてありますですよね、見えますでしょうか。本来はですねあそこから入って右手の上に登っていくと公園があるんですよね、はい、今ちょっと立ち入り禁止で入ることができませんけれども、はい、今工事やってますよねあそこに、はいはい、あちらの工事というのは多分、まあ、新しく石垣をこうやってらっしゃると思うんですけど、松田君あの石垣というのは、はい、どんな石垣？もう人吉で有名なのは武者返しですね。はいはい、ヨーロッパの築城工法で使われてた跳ね出し工法っていう作り方で、まあ、その作り方を応用されて作った武者返しみたいです。はい、じゃあ今も多分それをそうですねやってらっしゃるんでしょうね、はい、再建されてるんだと思います。はい、まあでも確か国の重要文化財、そうですね、こちらの方にはなっておりますので、はい、こことどこだったかなと、こことあと五稜郭、五稜郭、はい、あともう一箇所あったんですよ、はい、そこ忘れました。あ、もう一箇所あるんだ、はい、相模城、相模城とかなんか その辺りだと思う。あ、3箇所じゃん、3箇所、その中でも一番大きいのが人吉城ということで。あ、はい、そうなんですね。じゃあやっぱり向こう側にこう左の奥の方にこう続いているのがそうなんでしょうね。そうですね、多分ですね。なんか変わった感じの石垣ですもんね。だいぶこう内側にへこんでいるような感じがしますよね。まあとりあえずですねこちら人吉城の方になりますけれども、はい、向こうの方のこうずっと石垣よくですね散策されている方を目にします、はい、約どのくらいかな、200メートルぐらいですかね。そうですね、はい、で本当に人吉市民のですね憩いの場となっておりますのでですね、はい、皆様もですね、ぜひ、コロナ禍が落ち着いたからですけれども、はい、人吉の方にですね足を運んでいただきたいなと思っております。ぜひですね、はい、こちらから見る球磨川も絶景です。はい、はい、あ、人吉城別名先月城だったですね。あ、そうですそうです、はい、なんで先月城なの？なんか先月の石が見つかったと。先月の石が見つかった。何ですか、三日月ですかね。そうです、はい、普通の大きい石に三日月の模様をした石が見つかったということで、はい、先月、先月もしくは三日月城と、はい、はい、そういう2つの呼び名がありますけれどもですね、はい、まあ、先月酒造さんの方に置いてあるってですね、はい、ちょっとお聞きしておりますけれどもですね、はい、興味のある方はですねちょっと先月酒造さんの方にお願いすれば見せていただけると思ってますのでよろしくお願いいたします。はい、それではぼちぼちですね、はい、次の撮影場所に行きましょうか。はい、行きましょう。はい、はい。
次はどこかな。次はどこでしょうね。まあヒント球磨川になります。はい、それではじゃあ次行きましょう。カモン。はい、今どちらにいるかと言いますと、リニューアルした球磨川下り8000番になります。はい、こちらの方になります。はい。こちらになります。はい、8000番の方になりますですね。今年の7月5日あたり、そうですね。はい、球磨川下りが再開されるということですので、はい、嬉しい限りなんですけれどもですね。はい。はい、で、マタ君、球磨川下りって乗ったことある？ないんです。はい。ない。はい。ないです。球磨もない。ないです。ないと。ない。21球走ってるとよく見るんですけど。はい。ない、乗ったことはないですね。自分もですね、ずいぶん前に一度だけ乗ったことがあります。はい、最近はちょっとですね、はい、お客さんを連れてこう来ることはあるんですけども、今はですねちょっとないんですけれども、うん、今なぜこういう形になっているかと言いますと、やはり、はい、7月の豪雨ということで、うん、ほとんどの建物の中がですね、うん、もうちょっとダメになってしまいまして、うん、新しい船もですね何艘か用意されているとお聞きしてます。うん、やっぱり船の方もだいぶ流されたと、と聞いておりますのでですね、今こういう形でリニューアル、はい、オープンということでですね、はい、自分たちも微力ながらですね、はい、ちょっと応援していこうかなと、そうですね、はい、思っております。はい、で、こちら、清流コースというのが今のところありまして、はい、昔はですねショート、ミドル、ロングと3つぐらいコースがあったんですよね。はい、はい、であともう一つなんか急流コースみたいな感じで、ちょっと波荒いですよみたいなやつがあったんですけれども、はい、近年は確か3つか2つだったと思います。うん、ミドルかロングかどっちかだったと思います。はいはい、今はその1つ清流コースしかないと。はい、だから7月5日のオープンの日も多分清流コース一コースだろうと言われております。そうなんですね。情報の方がちょっとですね、はい、ま、今のところまだですね定かではないということですので、はいはい、とりあえずそちらになっております。はい、で時間がとりあえずまず50分と、はい、川を下っていってですね、球磨川の方までずっとこう行くってことで、50分となっておりましたけれども、うん、やっぱりその豪雨災害の影響もありまして、はい、もうちょっと短い短縮される、はい、かもしれません。なるほど。はい、時間と距離はですね。そうですね。だからもしかしたら50分か30分になってるのかもしれませんし、はい、料金の方も基本お一人3000円って形になっておりますけれども、はい、まあもう少し安くなるのかもしれません。はい。はい、なんか乗りやすくなれればいいですね。そうですね。はい、まあ3つも感じ、ちゃんとですね、うん、やってですねちょっと乗っていただければと思っております。はい、やっぱりまだまだコロナの影響が強いからですね。そうですね。はい、じゃあちょっと奥の方に行ってみましょうか。行ってみましょうか。はい、はい、中には入れないですけどね。中には入れないですけど、ちょっと回ってみましょうか。はい、裏の方はちょっと行けます。はい、まだまだね、工事の準備が。そうですね。はい、そうですね。で、ちょっとご休憩されてる方々は、はい、あんまり大きい声はですね、あ、そうですね、ませんので、はい、はい、おー、かっこいい。8000歩すごいですよね。よくツイッターでもよくなんかツイートされてます。ああ、こっちなんですね。はい、なんかちょっとスタバっぽい感じがしてですね。なんかおしゃれですよね。おしゃれ。うん、あ、裏はもっとすごいですよ。どっちがいいか、こっちがいいか。あまりちょっとですね、大声でいろいろ話すことはできませんけれどもですね、はいはい、まあ、基本の作りはですね、中の方は一緒だと思います。はい、こんな感じだったからですね。で、こっちの球磨川の方にちょっと行ってみましょう。すごい眺めいい。あ、いいですね。いいですね。で、本来、中の方で受付をされた後、はい、こちらのですね、はい、階段を降りて、そちらの方にですね船がつけてありますですね、うん、下の方にですね。あ、なるほど。はい、あ、こちら側からですね。そうです、そうです。歩いていってですね。はあ、なるほど。あっち熱い。これ熱いんですよ。
まあ、そんなに暑くない。暑いね。暑いですね。で、こちらをですね、はい、自分たちのこの後ろの方はい、はい、にこう行くような感じです。あっちの方に。あちらに、ね、あちらの方にこうやって行くような感じですね。はい、はい。あ、橋が見えてる。ですね。先ほどあれが水の手橋ですか。水の手橋、はい、あ、水の手橋、はい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 、ですのでこちら今石垣見えますですよね。はいはいはい。これが人吉城後の石垣になります。あー、あちらですね、はい、見えますか皆さん。はい、綺麗ですね。こちらの方になります。で、球磨川下りというとですね、日本三大と言いましたけれども、はい、三大急流の一つ、はい、一つですよね、はい。あと二つは増田君。あと二つですか。あと二つは、うん、富士川と最上川だったと思います。はい、はい、その通りだと思います。はい、よしよし。はい、決してですね、熊本市内にある白川ではございません。はい、そうです。緑川ではない。緑川でもないです。はい、で、こちらがですね、7月5日からオープンということになっておりますのでですね、はい、自分たちも機会があればですね、ちょっと乗りに、そうですね、行きたいと思っておりますのでですね、はい、よろしくお願いします。皆さんの方もですね、もしあのお時間やですね、こっちの人たちに来るようなことがあったらですね、はい、ぜひ来ていただきたいなと思っております。そうですね。はい。キュモも乗ったことがないならね、ええ、ぜひです。バトルしましょうよ。すいません、失礼しました。そうですね、できるならですね、ですね、ちょっと、うん、バーチャルでもやってもいいかなと思ってます。はい、じゃあ、とりあえずこちらの方はもうこの辺りで、はい、次の次行きましょう。ところに行きたいと思っておりますのでですね、はい、はい、次はどこなんですか。次はどこでしょうね。はい、次は葵さん地かな。葵さん地、葵さん地かな。はい、に行きたいと思っております。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい。はい、こちらはですね、青い阿蘇神社の方に来ております。はい、はい、で、こちら後ろにあるのが禊橋になります。はい、はい、まだですね、被災の爪痕が残っている状態になっております。あ、本来はですね、こちらからこう歩いて、拝殿の方に向かうというのがですね、通常なんですけども、はい、こちら左手の方にですね、はいはい、池の方もございますけども、ありますね、はい、はい、自分がですね、震災の時にこちらに来た時はこちらの方の池に車が3台ほど、はい、入っていた状態になっておりますね。はい、だいぶですね、今清掃されてきれいにはなってると思うんですけれどもですね、はい、まだまだ、災害の爪痕が残っている状態になっております。はい、はい、まあですね、そういうのも、まあ、いろんなものも含めてちょっと気分も変えてですね、うん、青い阿蘇神社の方に行ってみたいと思っております。はい、はい、じゃあ行きましょう、増田君。はい、はい、じゃあここ青い阿蘇神社になります。はい、はい、ここになっておりますけれども、はい、九州にはもう一つ、もう一つ、はい、はい、もう一つ宇佐神宮がありますね。ここ、そうですね、宇佐神宮になります。はい、はい、九州には宇佐神宮とこの青い阿蘇神社が、はい、こう2つがですね、国宝になっております。はい、で、こちらの青い阿蘇神社さん、建ったのは何年でしょうか。ですね、青い阿蘇神社創立はですね、はい、806年ですね。806年、はい、今から1200年ぐらい前ですかね。1200年ほど前ですね。はい、でもよく見るとあそこに青い大明神って書いてあるんですよね。はい、昔は青い神社だけだったんですか。そうです、もともとはですね、青いさん青いさんって親しまれるぐらいなので。へえ、青い神社だと。じゃあちょっと中の方に入っていきましょうか。はい、そうなんですね。昔は青い神社で、今が青い阿蘇神社。阿蘇神社、国宝って書いてあります。はい、でも増田君、これ阿蘇神社ってことは、はい、阿蘇神社のゆかりがやっぱりあるわけ。やっぱり神、ここの神様、ご祭神様が、はい、阿蘇神社のご祭神になってますね。あの竹岩辰の御子と御子さんと、はい、そのお嫁さん、はいはいはい、何でしたっけ、阿蘇津姫、阿蘇津姫とそのお子さん、お二人、三人、その三人がこちらの はい、中の方に祀ってる、ね、祀ってあるってことですよね。はい、で、これ特徴ってやっぱり屋根ですよね。屋根、かやぶきの屋根ですね。屋根すごいですね。珍しいです。珍しいね。日本でもやっぱり珍しいみたいですね。やっぱそうですよね。見たことないですもん。なかなかないですもんね。で、その下にある木地馬、木地馬、はい、はい。あれもですね、なんか人吉の
独特のイメージがありますよね。そうですね、やっぱ人吉で作られてるあの木工玩具ですよね。木工玩具、はい、これ起源はどのくらいになるんだろうね。800年以上前です。あ、そんな前から作られてるんだ。そうです。この久間地方に逃れてきた平家の中土が、はい、生活のため、生活のため作ったんだ、はい、そうです。都の暮らしを懐かしみながらこう作り始めたっていうのが起源ですね。よくでも自分たちが小さい時は、はい、ね、こういう方あのこの基準はよく見て、はい、こう遊んで手に取って遊んでましたよね、なんかですね。そうですね。じゃあちょっと中の方に入っていきましょうか。はい、すごい、すごいですね。あ、でもすごい楼門だなこれ。そうですね。面が白い。あ、はい、あ、これこの角、はい、両サイドにあるんですね。そうです。これは本当見えるかな。この作りだけは、この楼門の作りだけは珍しくて、人吉様式と。あれ、あれなんですか、なん、あの白いやつなんですか。新面というか、鬼の面というか。あ、鬼の面なんですね。すごい作りがすごいっす。なんかここから見てもちょっとなんか顔の表情はいまいちちょっとあれですけど、でもまあなんか人の顔がって形はの分かりますですよね。これ作るのも大変だったでしょうね、その当時。じゃあちょっと入りの方に行きましょう。はい、こういうの2階に登るのどうやって登るんだろう、ね、でこちらの方から入っていきます。はい、失礼します。はい、失礼します。わあ、すごい。ああ、こっちもすごい。そうそう、こちらの方も拝殿。ここ拝殿もかやぶき屋根なんですね。そうですね、そうですね。全部かやぶきです、うん、すごい。でやっぱり阿蘇一族の家紋というか、はい、ですね、あちらの方にありますけれども、賽銭箱の前にもありますけれども、阿蘇一族の家紋なんですね。そうです。佐々木鷹の葉のマークですね。でこれよく見ると結構奥まで見えるんですね。そうですよね、カモン。あ、すみません失礼しました。カモンですね。カモンです。はい、失礼しました。奥の方、奥の方、本当だ。まあちょっとお賽銭、結構奥行きがすごいですね。完全にこう南北に一直線なんですよ。そうなんですね。一番奥が本殿、廊下と平殿、拝殿、楼門っていう順番で。そうなんですね。この建物ができたのはだいたい400年前。400年前、はい、ちょうどあの熊本城と同じぐらいの時に、はい、で400年以上の建物があるってことで国宝に認定されたような。そうなんですね。でもすごいですよ ね、 ですね。国宝ですもんね。そうです。でもなんかこちらの方のあれはちょっと自分分かんないんですよね。例えばほら縁結びの神様だったりとか、そうですね、ね、なんかいろいろあると思うんですけども、うん、聞かないんですよね、こっちはあんまりですね。だから阿蘇神社ゆかりだから、まあね、縁結びなのかなとかも思いますけれども、うん、ちょっとですね、この辺あまり聞かないですもんね。聞かないんですよね。でこちらの方はですね、毎年おくんち祭りというのがあってるみたいですけども、はい、松田君知ってる？おくんち祭りは勉強不足でございます。あ、そうですか。あ、今ですね、1200年と平成18年で1200年となっておりますですよね。はい、で約45年前のおくんち祭りと書いてあります。確か10月入ってすぐぐらいに、約1週間ぐらいある、はい、お祭りだと思いますけれども、まあどういうお祭りなのかっていうと、松田君。あ、五穀豊穣を。そうです、はい、祭ったですね、はい、お祭りになります。でこちらですね、いろんな魅力のある神社の方になっております、はい。本来はですね、ちょっといろんなところ行きたいんですけれども、撮影の方がですね、こちらぐらいまででちょっとやめといてくれと、はい、なっておりますので、ちょっと口惜しいんですけれどもですね、はい、この辺りでちょっと、はい、もう撮影の方がちょっとできないとなっております。コロナがですね、落ち着いた後はですね、皆さんぜひこちらの国宝、ね、青い阿蘇神社の方に来ていただけると、はい、自分たちも嬉しく思っております。はい、でですね、今日の人吉、はい、まあ駅から基本ですね10分以内で行けるというのですね、全部そうですね、はい、全部見に行けるっていうところをですね、はい、ちょっと想定してやってきました。はい、いかがだったでしょうか。はい、それではですね、まあ落ち着いた後、人吉の方に来られるのをですね、はい、
ちゃんと願っておりますのでですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではスタジオの方に返したいと思います。バイバイ。はい、いかがだったでしょうか。いくつかですね、矛盾するようなこともあったと思いますけれども、そこはですね、ひれにご容赦の方よろしくお願いいたします。すいません。で、8000番の方なんですけれども、はい、あちらの方が、8000番の建物ですかね、はいはい、あれのオープンが7月4日、はい、はい、で川下りできるようになるのが7月下旬ということになっております。はい、はい、今のところですね。で、一番最後のあの青い阿蘇神社さんもそうなんですけども、もう少し奥の方まで実際は撮影が、大丈夫ですよと結構おっしゃっていただいたんですけども、すみません、時間の時間がですね、時間がですね、はい、あまりこうロングではですね取れませんでした、取れない感じでしたのでですね、はい、終わりますからね、はい、で、あの時も3人とも結構フラフラ状態で足元がおぼつかないような感じだったからですね。で、本来はもう一つ、人吉駅のすぐ隣にあるあのモゾカタウンと、モゾカタウン、はいはいはい、鯉のぼりがたくさん浮いてましたね。あ、浮いてましたね。3000匹、いや、100匹かな、100匹ぐらいかな、このくらいのかわいい、かわいい感じの、被災されて、お店の方もちょっとですね、うん、まだできないと言われる方たちが、プレハブをこう一生懸命こう、うん、ですね、皆さんでこうお食事されてるっていう、ね、はい、結構にぎわってましたけれども、本当はそちらの方も行きたかったんですけれども、はい、結構人がたくさんいたのでちょっと取れないかなということでですね、あの今回こちらの方でご紹介という形でさせていただきました。はい、それとあの今日新しくまた、そうですね、どれがだ、ですね、はい、タモさん、タモさん、タモさん、はい、ありがとうございます。あとラリルレロさん、ラリルレロさん、タモさん、どうも、谷口さん、谷口さん、谷口ちゃん、はい、どう取れましたかね、メモってればいいんだ、トミーさん、トミーさん、あ、今回初めてですかね、今回多分初めてと思います。これからもですね、またくはバーチャルタクシーよろしくお願いいたします。ジッキーさんにミスをさげて、ね、いつもの方、いつもの方、はい、はい、ありがとうございます。で、タモさん、タコタ君、タコタ君、タコタ君、タコッチで、この後ですね、はい、ちょっと今回、人吉の、一番被害がひどかったですね、渡里地区周辺のやつをですね、ちょっと収めておりますのでですね、はい、ちょっと VTR 流していきたいと思っております。じゃあすいません、 VT のお願いします。こちらがですね、渡里駅、渡里駅、はい、はい、の方になります。ちょっとですね、あ、これ自分のクラウンですいません、クラウンですか、クラウンです、すいません、あっちゃんはクラウンですで、こちらがですね、ラフティングの、はい、受付されてるようなところなんですよね。もちろん219号線沿いにある大きい建物なんですけれども、こちらの方ですね、ちょっと撮影できましたので、基本なし、確かこの辺りは通行止めと、なっております。はい、で今回ちょっとですね、お願いしますっていうことで撮らせていただいたんですけれども、やっぱりまだ全然片付けられてない状態がずっと、そうですね、はい、続いてまして、映像の方ではちょっと見にくいとは思うんですけれども、今映ってるその建物の裏の方にですね、まだ車がこう逆さになってるんですよね。まだ残ってるんで、そのまんまの状態なんですよね。中の方ももう全然まだ整理されてなくてですね、はい、ずっとこう歩いて、見てましたけれども、1階部分とかは全部もう本当使っちゃって、全部使っちゃってる、2階ぐらいまで、2階ぐらいまでは、はい、行ってるような感じですもんね。本当に想像を絶する高さだったと思うんですよね、水位が、みんなですね、本来ここ通るときって結構人がたくさんいて、ラフティングこう、ね、楽しむ方がたくさんいらっしゃると思うんですよね。特に今の時期からはですね、多いと多いんですけれども、
とこちらの映像がですね、渡り駅のちょっと手前にあるんです。はい。はい、こちらの方もですね、まだ、いろんな重機が、まあ、ちょっとカメラには映りにくかったんですけどもですね、はい、参拝のこう車だったり、はい、重機を置いてありましたので、まあ、左手にある建物がもうすべて、もう廃屋と。あ、なってるような感じですね。一般のお家とかがそう、ね、もちろんたくさん、はい、結構並んでたんですけれどもですね、今はもうこういう形で、ちょっと見るに耐えなかったんですけれども、はい、まあ、こういう形で映像を撮らせていただきました、はい、頑張ろう人よしをですね、はい、こう合言葉にして、そうですね、自分たちもちょっと頑張っていこうかなと思っております。はい、はい、それでですね、来週、はい、来週は何か知ってる？お、来週ですか？はい。なんだろうな、ちょっとわかんないですね。お、こっち、肥後観光バス、バスの方がですね、されます。今出てます。こちらになります。はい。こちらになります。はい。氷川町忍者体験の方になっております。忍者体験の方になっております。はい。立神橋、皆様ご存知だと思いますけれどもですね、そちらに日の国屋さんですかね。そうですかね。ね、確か。はい。の方でですね、忍者、体験ができるということで、これ忍者こうするんだろうね。わかんないです。なんかこう手裏剣投げたりですね。そうですね。なんかいろんなとこちょっと登ったりとか、なんかいろんなアトラクションがあると思いますのでですね、本当に楽しみに、していただけたらなと思っております。来週の日曜日ですよね。日曜日。はい。27日、6月27日の日曜日ということで、はい、基本生配信と。はい、ことになっておりますのでですね、皆様こちらの方もぜひですね、見ていただけると助かります。すいません。取り組んでるんですね、服部君。悪魔超人もいますね。剣巻き、剣巻き。剣巻きね。やめて。やめて。やめて。じゃあ、この辺りでですね、はい、締めさせていただきたいと思います。はい、まだですね、来週、バスの方が頑張って、そうですね、はい、いただけますのでですね、はい。はい、じゃあ、皆様、来週、また、お会いできるかできないかわかんないですけどね。はい、また来週お楽しみ。さよなら。バイバイ。ニンニン。